今回は揚げずに簡単に作れる麻婆茄子の作り方を紹介します。茄子を揚げるのはちょっと大変なんて方に、炒める方法でもジューシーに仕上げる作り方です。それでは作っていきましょう。茄子は3本使います。ヘタを取り除きます。茄子は先端に近いほど旨味が強いので、ヘタを切り落としすぎないのが美味しく作るコツです。茄子の柔らかな食感を残すために乱切りにします。材料は茄子3本、豚ひき肉 80g、パサつき 10g、ニンニクの生姜みじん切り 5g ずつです。鍋を温め、大さじ2の油を入れます。油を鍋になじませながら油を温めます。ついた油だとナスが油を吸いすぎてしまうため、温まった油でナスを炒めていきます。油から少し煙が出てきたらナスを入れて炒めます。ナスを入れたら、はじめはそのままあまり動かさずに焼いていきます。ここが焦げないように軽く鍋を揺すったりして焼いていきます。ナスが油を吸い始めてきたら、箸で転がって全体に油を吸わせながら焼き付けます。茄子が油をすべて吸って乾いてきた感じになりました。しかしここで油を足しさないことが重要です。茄子が油をたっぷり吸ってもしばらくすると余分な油と水分がじわじわと出てくるんです。それを知らないと油を継ぎ足してしまってベチャッとした茄子に仕上がります。ゆっくりと炒めながら、茄子から油と水分が出てくるのを待ちます。乾いていた茄子から油が溢れ出てきて、茄子がテカってきています。全体にこんがりると焼き色がついてきました。茄子の水分が出てきたのを確認します。皮がカリッとしていて柔らかくなってきていたら焼き上がりです。ザーレなどを使い余分な油を切っておきます。このくらいにこんがりと焼き目がついた感じに仕上げます。大さじ1の油を入れ温めます。鍋に油が馴染んだらひき肉を入れて炒めます。
肉はお玉でほぐしながら鍋全体に広げるようにして炒めていきます。炒め油とひき肉から溢れ出て油を使い、肉がカリカリになるように炒めます。肉がパチパチと弾ける音を立て、香ばしく炒まったら、豆板醤を小さじ1くらい入れます。鍋を傾け、油が溜まったところに豆板醤を入れて油で溶くようにして豆板醤を炒めます。ニンニク生姜をで炒めます。紹興酒または酒を小さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ 1.5 も同じようにして入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 130cc くらい入れます。炒めたナスを入れます。汁をナスに吸わせるように軽く煮ていきます。お好みで砂糖と味の素を少量入れます。またつきを入れます。ここで味をかき混ぜて、濃ければ醤油を足し、薄ければ醤油を足しと足します。水溶き片栗粉大さじ2分の1を入れ、とろみをつけます。仕上げにごま油小さじ1を入れ、香りをつけます。最後に焼き付けるように加熱して完成です。皿に盛り付けます。これで揚げない麻婆茄子の出来上がりです。じっくり炒めたナスは甘くてジューシーなので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。